スクマ科学万博のジャンボトロンジャンボトロンはソニーによって開発、製造された大型映像表示装置のブランド名である。屋外設置を目的として開発された大型のフルカラーディスプレイである。表示素子に赤、緑、青三色の発光素子を一つに組み込んだ蛍光表示感を採用したのが大きな特徴である。1985年の 国際科学技術博覧会への出展のため、開発が行われた。万博のパビリオンであるため、屋外への設置、フルカラーでの表示、晴天の昼間でも十分な明るさで鑑賞できることが求められた。すでに大型映像表示装置の発光素子として、小型三原色の単色ブラウン管を用いたものや、LED 方式を用いたものは存在していた。 しかし屋外設置を目的とした装置に三原色の単色ブラウン管方式を採用すると十分な輝度を得ることが困難であった。LED 方式を採用する場合、当時は三原色の内側を表示させることができずフルカラーを実現することが不可能であった。よって輝度に優れた蛍光表示管技術を用いた新開発の発光素子を採用したのが ジャンボトロンの大きな特徴である。新開発の発光素子では、一つの蛍光表示管内に赤、緑、青三原色の三ドット表示が可能で、トリニライトと命名されている。国際科学技術博覧会に出展されたジャンボトロンでは、最大輝度が千五百フィートへると、家庭用ブラウン管の三十倍の明るさを達成し、屋外でも鮮明な画像を表示することが可能となった。 1985年に開催された国際科学技術博覧会のパビリオンにて世界一を大きなテレビとして出展。ラージストテレビジョンとして当時のギネス世界記録に認定された。当初は万博出展が目的の開発であったが、後に野球場などの大型映像装置として市販されることとなる。ジャンボトロンという名称は当時のソニーのテレビブランドであり、 映像表示技術でもあったトリニトロンのテレビをそのまま巨大化したジャンボ版の意を込めて命名された。英語圏ではジャンボートロンが大型ディスプレイを指す一般名詞のように用いられることがある。1985年の筑波科学万博で25メートル40メートル2000インチのテレビを模したパビリオンとして登場。当時ソニー宣伝部長の黒木康夫がプロデュースを担当。 万博会場での目玉となった。期間中は会場風景をはじめミュージシャン、タレントなどによるコンサートなどを映し、また MSX を接続したロードランナーゲーム大会も開催された。本体内部にはスタジオやエレベーターを設置。事前に公式発表はされていなかったものの変更幕が覆ってあり、3D 映像も映せるようになっていた。万博閉会後は、 海外移設のプランがあったが、費用の問題で実現せず、やむなく取り壊された。万博に設置されたジャンボトロンの使用は以下の通り。その後、ジャンボトロンは大型映像表示装置として、セーブライオンズ球場や平和大野球場で採用された。しかし、青、緑の LED 技術の進歩により、大型映像表示装置の主流は、 LED となり、ソニーも LED 方式を採用した大型映像表示装置にジャンボトロンの名称を継承したが、ソニー本体は2001年をもって大型映像表示分野から撤退している。ソニーグループとしては、子会社のソニービジネスソリューションが大型映像創出ソリューションを京セラドーム大阪ベスト電気スタジアムに導入しているが、 いずれも大型映像表示装置自体は他社製のものである。また、福岡ペイペドーム、正田醤油スタジアム群馬、横浜スタジアム、電カビックスワンスタジアムなどにも大型映像装置を導入しているが、こちらはソニー製である。ジャンボトロンは2015年現在、協定場などで稼働しているものが確認できる。ありがとうございます。